死翼具は、単死用植物、カヤツリフサカスゲ属の多年生植物である。海岸の塩分の影響のある場所に生えるが、特に塩性湿地に生え、ヨシなどに混じって大きな群落を作る場合がある。地下系は、泥や砂の中を長く、横に生い、下系をまばらに生じる。あまり束になって生じることはない。下系は高さ変化に富み、 砂浜のような場所では20センチメートル程度しか伸びず、干潟の奥の方などでは50センチメートルを超えるものもある。根室葉は発達せず、根元は長い鞘に包まれる。また、少し繊維にばらけた部分を生じる。茎抜か方からまばらに葉を生じる。葉は両端を巻き込んで細い糸状になり、やや立ち上がる。葉はのっぺりとしていて厚みがある。初夏に花をつける。 オスコボとメスコボは別になる。コボの下部には、ツトがあり、長い養生部があって、子全体より長く伸びるので、葉の間に穂が出るような姿になる。先端にはオスコボがつくが、そのすぐ下に、第二、あるいは第三の小型のオスコボをつける。これは、スゲの中では、例が、さほど多くない特徴である。オスコボは、コンボ状で、褐色をしており、時に赤みを帯びる。 メスコボは長蛇円型で、下に離れて、大体に故障じる。下方は、非常に大きく、その壁は分厚くて、コルク質。これは、海水に浮かんで散布されるための適応とも、考えられる。海水の影響のある、気水域から海岸にかけて生育する。特に気水域の流れのない、低地、干潟や遠征湿地に一面に群落を作ったり、ヨシなどと共に群落を作ったりする。 ヨシと共に生える場合には、ヨシほどは大きくならないので、ヨシがまばらな場所に混じって、生いたり、ヨシ群落の前面に、体状分布を見せたりする。海岸でも見られ、砂浜に生育している場所もある。その場合、かなり背が低くなるものもある。分布は、北海道から、琉球列島までと広く、国外でも、朝鮮から中国に分布する。よく似た姿のものが多く具で、 より背が高くなり、70センチメートルにもなる。また、葉の幅が広くなる。北海道、本州、九州の気水域に稀に見られる。意外と似ているのが、工房芝である。この種は元来は砂浜に生育する種で、砂の中に匍匐形を伸ばし、砂の表面に根室葉を出し、ごく短い花形を伸ばす植物である。したがって、外見的には大きく異なるのだが、 主翼具が砂浜に出る場合、かなり背が低くなって、工房芝より一回り背が高いだけになる場合がある。葉の形などもよく似ているから、そうすると、これはもう過剰やコボの特徴に頼らなければならなく、なるのだが、実は、これが、またよく似ているのである。工房芝の方が花剰がすぐに細まること、輪片が長いことなどで、区別できる。こちらも、日本では、 北海道から琉球列島まで分布し、国外では東アジアは元よりオーストラリア、南米のチリにまで分布がある。蒸気の海岸性の種をまとめて塩くぐしとするか、鬼げや鬼なるすげなどもこれに含めるか、扱いには諸説がある。菅族、ありがとうございます。